皆さんこんにちは、バーチャル DTMer のクランとリオンです。今回は作曲初心者の方必見、コード進行のつなげ方を紹介していきます。世の中には通称カノン進行や小室進行、ポップパンク進行など様々な名曲で使われている定番のコード進行というものが存在します。インターネットや本などで多くの定番コード進行が紹介されていますが、それらの多くは4536や6451など4小節の塊で掲載されていることが多いです。ただし実際の楽曲は4小節どころか、イントロで8小節、 A メロで16小節、 B メロで16小節、サビで16小節などといった構成が一般的ですよね。せっかくさまざまなパターンのコード進行を覚えても、それを1曲にするためのつなげ方、組み合わせ方がわからないという方も多いのではないでしょうか。ということで今回は楽器演奏未経験 DTM 初心者の方に向けて、さまざまなジャンルで使用されているカノン進行、マルサ進行、王道進行を紹介、そしてこの3つの定番のコード進行をどのようにしてつなぎ合わせて1曲にするかを解説します。コード進行について多少知識が必要な内容になりますが、こちらの過去動画をご覧いただくことで今回の動画の内容がより分かりやすくなりますので、合わせてご覧いただくことをお勧めします。また今回の内容は分かりやすいように全て C メジャースケールで説明させていただきます。このチャンネルではこれから DTM を始めようと思っている方や興味のある方、 DTM を始めたばかりの作曲初心者の方に向けた情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をしていろいろな動画を見てみてください。それじゃあ行ってみよう。まずはカノン進行を紹介していきます。冒頭でネット上で多くの定番コード進行が4小節の塊で紹介されていると言いましたが、カノン進行は8個のコードで構成された比較的長めのパターンになります。一度サウンドを聞いてみましょう。クラシックの名曲カノンで使用されていることからこの名前がついています。ダイアトニックコードの手話音である C メジャーから始まるコード進行ですので、ポジティブで明るい印象のコード進行です。コード進行の中で各ダイアトニックコードがまんべんなく配置されていることから、聴いていて安心感のある癖のない使いやすいコード進行と言えます。ちなみに最後の F の部分を D マイナーに変えるパターンもあります。個人的には D マイナーの方が好きです。以上がカノン進行の簡単な紹介になるのですが、ポップスではカノン進行をこのようにアレンジして使用することが多いです。一度聞いてみましょう。基本的なコードは変わらないのですが、 G メジャーのルート音のみを B に、 E マイナーのルート音のみを G に、 C メジャーのルート音のみを E に変更しています。こうすることでルート音が順番に下降、そして順番に上昇して美しい流れを作ることができます。またもともと F、C だった部分が F、C、音、E になっている点も注目です。サブドミナントの F からトニックの C に戻るという動きですね。トニックに着地することでコードの終止感を演出することができますが、このコード進行ではその先も F、G と続きがあります。ですからこの部分の C の終止感を弱めるためにルート音を E に変えることで、その先の F から G への続きを予感させる効果があるわけですね。そして最後のトニックの C、音、E、サブドミナントの F、ドミナントの G と徐々にコードの安定感が失われ、緊張感は増えていくこと、ルート音が上昇していくことから、ここから盛り上がるぞという高揚感を感じることができるようになっています。有名な楽曲では J-POP だとグリーン、奇跡や AKB48、恋するフォーチューンクッキー、アニソンだと鈴宮、晴日、晴れ晴れ愉快など数え切れないほど多くの楽曲で使用されています。
非常にポジティブで癖のない明るいポップスなどを作りたいときにぴったりのコード進行です。次に紹介するのはマルサ進行ですね。このコード進行は椎名林檎さんのヒット曲丸の内サディスティックで使用されていることから、この呼び名がついていることで知られています。グローバー・ワシントン・ジュニアのジャスト・ザ・ツー・オブ・アースでも使用されており、個人的にはこちらのイメージの方が強いですが、日本ではマルサ進行の方が馴染み深いですし言いやすいですよね。マルサ進行の基本のサウンドを C メジャースケールで聞いてみましょう。先ほどのカノン進行の素直でポジティブなイメージとはだいぶ変わってエモいコード進行になっていますよね。その秘密は Am7、 そして Fm7 に対してのセカンダリードミナントです。 Fm7 と Am7 の間には Am ハーモニックスケールのドミナントである E7 が、 Am7 から Fm7 の間には Fm スケールのドミナントである C7 が入っています。つまり Cm スケールのダイアトニックコードにはないノンダイアトニックコードが多く含まれていることで、メジャーともマイナーとも言えない雰囲気を演出し、その不安定さがエモさを感じさせる大きな理由になっています。以上がマルサ進行の簡単な紹介になるのですが、このような形で使用するのが一般的です。Gm7 を追加することで F メジャースケールの2、5、1が成立し、より説得力のある進行になります。このパターンはどっかで聞いたことあるどころか、めっちゃよく聞くと思った方も多いと思います。Gm7、C7、Fm7 の2、5、1は鉄板の流れですので、この形のまま覚えちゃってください。この後のコード同士をつなげる方法でも使用します。有名な楽曲では J-POP だと、夜遊び夜にかける、山、春を告げる、あと、うっせぇわ、など、特に近年多くのヒット曲で使用されています。エモさやおしゃれ感を出したいときは迷わず使いたいコード進行です。次に紹介するのは王道進行です。J-POP、アニソン、ボカロなど、ジャンル問わずとにかく多くの楽曲に使用されていることからこのように呼ばれることが多いです。なのにポジティブさもありながら、ちょっと切ない感じもする、いいとこ取りの響きがしますよね。その理由の一つには F、G、Em の並びにあります。通常サブドミナントの F、ドミナントの G ときたらトニックの C に戻るのがセオリーとなりますが、その予想を裏切りトニックの代理コードの Em、 そして Am とマイナーコードにつなげることで、前半2つのメジャーコードでポジティブな響きを演出しつつ、後半2つのマイナーコードで寂しげな情緒ある響きにすることができるんですね。有名な楽曲では J-POP だとスピッツ・ロビンソン、サザンオールスターズ・愛しのエリー、桜光景音部、ドンセイ・レイジーなど幅広いジャンルで使用されていますので、ここぞという時にも使用できる頼れるコード進行ですね。各コード進行の特徴が分かったところで、実際にコード進行を並べてみます。今回は A メロのカノン進行、B メロのマルサ進行、サビの王道進行というイメージで進めていきます。注目すべきは各定番コード進行のつなぎ目です。カノン進行の最後はドミナントの G、マルサ進行の最初はサブドミナントの F メジャー7ですね。G、F メジャー7でも悪くはないですが、F メジャー7へのつながりを良くするには、セカンダリードミナントを入れるのがいいと思います。F メジャースケールのドミナントセブンスは C7 ですから、G と F メジャー7の間に入れて聞いてみましょう。つながりが良くなるのはもちろん、C メジャースケールのダイアトニックコード以外のコードが入ってくることにより、エモさが加わり、コードの切り替わりが細かくなることで、ここから次のパートに変わるぞという期待感も生まれますよね。さらに欲を言えば、G を F メジャースケールの2に当たる Gm7 に変更しちゃいましょう。
こうすることでカノン C 行とマルサ進行のつなぎ目が251の形になり、よりスムーズな進行を作ることができます。エモさがマシマシになりましたね。マルサ進行の際に紹介した Gm7、C7、Fm7 の251をカノン進行の最後に持ってきた感じです。では次に B メロのマルサ進行を見ていきましょう。先ほどのカノン進行は長めのパターンだったのに対して、マルサ進行は4小節と短いパターンになるので、合計4回繰り返すうちの1回目と3回目は基本的にそのままで、2回目と4回目をアレンジして飽きのこない進行にしたいと思います。まずは繰り返しの2回目ですね。最初の F メジャー7以降を F シャープディミニッシュ、 G シャープディミニッシュ、 Am7、C7 という流れにごっそり変えちゃいます。全音単位で進行しているコードの間に半音上のディミニッシュコードを入れることで、コードのつながりを良くするパッシングディミニッシュですね。ルート音が半音ずつ上がっていくから、ここから盛り上がるぞという雰囲気を出せるし、コード進行のマンネリ化を防ぐこともできますよね。繰り返しの3回目は1回目とほぼ変えないですが、 E7 の前に Em7 を入れて少しだけ変化させます。最後はサビの王道進行につながる部分ですね。マルサ進行の最後が C7、 王道進行の最初が F メジャー7とドミナントモーションになっているので流れは悪くないのですが、ここで B メロが終わってサビに行くという区切りをつけたいので、A マイナーから半音ずつ加工して F シャープマイナー7フラットフィフスに着地する進行にします。さっきのパッシングディミニッシュは半音ずつ上がっていく感じだったけど、今回は半音ずつ下がっていくんだね。これにより B メロというパートはここで終わりという印象を強めることができますし、最後の F シャープからサビの王道進行の頭の F も半音でつながるので、スムーズにサビに向かうことができますよね。それではいよいよ最後の王道進行です。ここまでいろいろコードを動かしてきましたし、キャッチーで完成されたコードですから基本はそのままで、曲の最後にあたる一回しのみこのように変更させます。A フラット、B フラット7というサブドミナントマイナーを入れることで切ない雰囲気を出しつつも、ルート音が上がり続けて C に着地するから盛り上がって曲が終わってる感すごい。今回紹介した手法は全て過去動画で解説したものになりますので、わからない部分があった方は過去動画を見返してください。では改めて完成したコード進行を聞いてみましょう。各コード進行の切り替わりもスムーズだし、最後の終わり方がいい。ちなみに今回紹介したコード進行のつなげ方はあくまで一例であり、これが正しい、これがベストというものではありません。あくまでもこういったコード進行の作り方もあるんだという一つの例として認識していただければと思います。それといろんなコード進行をつなげたり
複雑な手法を取り入れればいいってもんじゃないよね。その通りで、イントロからアウトロまでマルサ進行とか、楽曲全部一つのコード進行を繰り返すヒット曲なんて無数にあります。特に J-POP やアニソンは世界から見ても複雑なコード進行の多い特殊なジャンルといっても過言ではないので、世界のヒット曲を聴いてみるのもいいかと思います。自分が作りたいスタイルやジャンルのコード進行を研究して、ぜひ理想の楽曲を作れるようになってください。それでは最後に、コード進行作成に役立つおすすめのプラグイン、インスタコード2を紹介します。インスタコード2には初めからおすすめのコード進行が収録されていて、それを楽器が弾けない人でもミディキーボードで指1本、もしくはクリックするだけで鳴らすことができて、マウスでドラッグ&ドロップするだけで DAW ソフトに即座に取り込むことができます。さらにコードを鳴らすだけでなく、そのコードで様々なバッキングパターンの演奏も提案してくれるので、まさに楽器未経験、作曲初心者の方が楽しく曲を作れるようになるプラグインです。そして今日使用したサブドミナントマイナーや半音で加工する進行を使用する際にも役立ちます。例えば F メジャー7、E7、Am7、G シャープマイナー7、Gm7、F シャープマイナー7、フラットフィフスという進行は半音で加工することは分かっていても、楽器未経験の方は即座に G シャープマイナー7、Gm7、F シャープマイナー7、フラットフィフスを弾ける人は少ないと思います。特に黒鍵が入ってくるともうこんがらがってくるよね。インスタコード2には好きなコードを登録しておけるので、このように G シャープマイナー7を登録しておけば即座に呼び出すことができます。もちろんその都度使いたいコードをここで入力しても OK ですから、半音加工のコード進行を思いついた時にこうして登録することで、ピアノが弾けない方でも簡単に再現できます。弾きたいサブドミナントマイナーやサス4系ドミナントの構成音をいちいち本やネットで調べて、それをまた打ち込んでというのはかなり大変で、その面倒な作業こそが趣味で DTM が続かない、途中でやめてしまう原因にもなってくると思います。知識がない方でも作曲がはかどるインスタコード2ですが、今日学んだことを理解した上で使用するとよりその力を発揮できますよね。こういった便利なものを使うことで DTM が楽しくなり、自分の作りたい理想の曲が作れるようになることで、結果的に DTM が長続きすると思うので、ぜひインスタコード2を活用してみてください。使い方やインストール方法を詳しく解説した動画と購入先は概要欄に載せておくので、ぜひそちらからチェックしてくださいね。ということで、定番コード進行のつなげ方いかがでしたか？これまでこのチャンネルで解説してきたコード理論の基礎やコード進行のテクニックを実際に使ってみるという実践的な内容でしたね。同じコード進行でもパートごとにアレンジで変化を加えることで雰囲気はガラッと変わりますし、ここにメロディーが乗ってくるとまた印象が変わります。これまで解説した知識が身についていれば、これからはコード同士をつなげるときにサブドミナントマイナーを使うか、パッシングディミニッシュを使うか、ドミナントモーションをさせるとか、選択肢が増えるからよりオリジナリティのあるコード進行が作れますね。もちろん今回紹介した手法も身につけないといけないとか、絶対できないとダメとか、そういうことではありません。覚えることや考えることも増えてきますので、めんどくせえとかつまんないなと思ったら無理する必要はないです。この動画を視聴している方は DTM を趣味でやられている初心者の方だと思いますし、趣味なんて楽しくないと続きませんから、気楽にやりましょう。無理せず自分のペースで頑張ってくださいね。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さあ